帰ってきました。普通に喋ってたらなんか名前呼ばれたからなんだろうと思って見てたら止まってたみたい。電波はあるし戻ったよ。アラカス帰宅。携帯2個持ちなんですけど、1個はじゃん見て石津とミキ、こっちがうわうわ、こっちがミキでこっちが石津、かわいいでしょこれ、うわそう一人で喋ってた。またハートありがとう。もう会えないかと思ってました。嘘やんそれは。え待って、え壊れてるよね。えなんかねこっちの携帯でショールームしようと思ったの。え壊れてるじゃん。一回電源切ろう。びっくりしちゃった今、びっくりした。一回消した。壊れてるね。時間止まってた。いやショールームをしたかったのこっちの携帯で、だから充電して準備してたんですけど、なんかつかなくて全然。嘘日にちも違った。嘘びっくり、時間だけだと思ってた。日にちも違ったんだ。だるまありがとうございます。いっぱいかわいい。なんだっけなんだっけその子なんだっけ、ポチャッコだ、ポチャッコかわいい。え嬉しい、ミキちゃんのツインテールだって嬉しい、ありがとう。えまあそうユノ忘れてた、動画ありがとうございます。保存っていうか保存させていただきました。めちゃめちゃ嬉しかったあれ。えミキは何なんかそういう動画作る側の人間だったから、それこそ小沢あゆみさんの動画とか作ってたから、めちゃめちゃ嬉しくて、え本当になんかなんていうの、なんか夢だったんだよねそういう動画作ってもらうとか、画像とか動画作ってもらうのすごい嬉しくて、もちろん皆さんの画像保存してます全部、動画も嬉しいね。ミキもあんなに上手じゃなかったけどめちゃめちゃ嬉しかった、可愛いし。画像も全部保存してる。ミキちゃん作の動画はねいつか見せるね。じゃあ小沢あゆみさんの作ってた残ってると思う、まだ。お誕生日おめでとうございますとか言って送ってたもん。あー始まるー最終ベル。ドキドキする、ミキが、ミキがドキドキする。嬉しい、楽しみ。あ17日ありがとうございました。ツンデレ姉妹、ベルが鳴る、あ鳴る、ベルが鳴る、あベルが鳴る、いいなぁ。デレ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 デン、ミヤマモス、ジュン、ミヤマモス。ねいつか時期も女性限定コンあるんかな、あるんかな。デレ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 デデ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 デ。今日のメイクのテーマは勝手に濃くなっちゃった勝手に濃くなっちゃった。あったら絶対行きたい。絶対来てね、もう余裕で見つけちゃうよ、もう入場したら見つけちゃう。あ鍵穴始まったんだ、本当だね、遅れてるね。ちょっと可愛いゲストもありがとうございます。ベル出たいね、いつかまた。ミオタンとね、特にミクルさんかな、一緒に出たいな。こんにちは、見に行けた、あありがとう、久しぶりです。
コンクリの山公園、コンピューター制御の鳥たち。会いに行こうはめちゃめちゃ緊張するんだよね。ルカさんとパートが一緒だったのね。ルカさんだっけ。あ、それは支えだ、間違えた、かぶっちゃった。あのね、ナホさんとね一緒に公演出たいんだけど、多分ね出れないと思うの。普通に心身持たない心身持たなくて出れないと思うんだよね。っていう理由で出たいけど出れない、けど出たい。ミオタンが出ててなんか踊ってるのとか MC とか見てて、隣だったじゃん、優しいじゃん、可愛いじゃん、かっこいいじゃん、羨ましいなってめちゃめちゃ思った。でもちゃんと言った、羨ましいですミオタンがって言って、そこはちゃんと言った、一緒に出たかったですって言ってちゃんと伝えた。グッドグッド。そうだからナオさんと出たいんだけど、出たいんだけど心身が持たない自信しかない。あ、イコラブさん推しだって一緒だ。そうなんかファンの方にですとかじゃなくて、ナオさんにあナオさんとかなってそうだもん。こんにちはワンちゃん。そう目がハートになっちゃうと思う、絶対怒られちゃう、怒られちゃう。こんにちは。そう心身持たないのよ。こんにちはパイナップルの方も。チャッ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 チャ。そうさっきポンさんの卒業公演まだ見れてないの、めちゃめちゃ見たいんだけどね。こんにちは。AKB さんのアバターの方。高い山登るルート、それは一つじゃない。前髪勝手に上げてくせ、変だった変だった変だった、やめようやめよう。みきちゃん今日も可愛い、しきぴありがとう。しきぴ好きなの、好きなの、好き好き好きぴ。いいな、さきぽんさんの公演も見れてないし、あとリカちゃんとかのんちゃんのシャフも見れてないから、頑張って今月中に見ないと切れちゃうので、皆さんもミキのねあのシャッフル公演もあと何回も見てください。タピオカ来た、なんか一瞬ブログ書いてたよね、タピオカ。え嬉しい、さきさんのファンの人と話してていいアメブロ書くねってみんな褒めして、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、さきさん優しいからね、やっぱファンの方も優しいんだよね。推しはファンに似るっていうからね。ん、ファンは推しを似るか、どっちだファンは推しに似るかな。そんなことないよ、僕はそう思わないね。公演のユニットね、いつやるんだろうね、話ないですないの、やりたいの早く。まあもちミキは永遠の憧れをクロスだけど、クロスはやっぱりラムネのイメージがあるじゃないですか、だからダメじゃん多分、わかんないけどでもクロスがやりたいな。あ、ファンはお尻にいるか。バナナの方こんにちは。さっきポンさん優しいんだよ、あのやめた後もいるからねって、いつでも話しにおいでねって言ってくれるの、優しい。やるならかっこいい系持ち、え、なんか We Are の公演ってなんかかっこいい系の曲はスネしかないじゃないですか、だからかっこいいのがいい絶対ユニット。青がもあれブルーローズだったし、きっと自分はかっこいい系のユニットに組み込まれると信じている、ね、いつだろうねユニット。ミーミキミヨのねクロスね、いいね。
雷鳴もいい。雷鳴は一番惹かれたかな、フェスの公演見てて、見学しに行った時。あ、フィンランドもしてみたい。フィンランドしてみたいな。エコパで見た時かわいいってなったもん。あれ、向田真夏さんだっけ、フィンランドって。誰がオリメンだっけ。フィンランドやりたい、いつかね。向田真夏さんかわいい、昨日も見てた、かわいいから。あー、わかる。涙の表面張力めっちゃ好き。わかる、わかるしかない。涙の表面張力はね、ミオタンも好きだから、ミオタンと一緒にやりたい。元推しメンなの？知らなかった。サキポンさんのイメージが強すぎて。耳気の眼差しさよなら、眼差しさよならだったらね、リカちゃんがいいかな。いすゞを勝手に断るっていうね。リカちゃんがいいかな、眼差しさよならは。あ、公演スタートした？いいね。確かにフィンランドミラクルはね、ココナさんとやりたい。アズマニオンさんもいいよね。エスケープのイメージめっちゃ強い。でも不協太陽のねイメージもあるんだよね、ミキ。あ、ミーミキは金二とか狼とプライドがいい。石津は絶対可愛いのやりたいかな、ミキ。石津とだったら。あ、涙の湘南もめっちゃやりたい。同じメンバーでやりたいかな。金二ね。虫バラもいつかやりたい。不器用太陽好き、ミキも好き。僕は不器用太陽を、ただ君のそばで照らしてるだけだ。木立に朝もや。ブルーローズやりたいね、また。ミオタンと二人でやりたい、ブルーローズ。ね、石川かのんさんとね、もう一回ブルーローズやるの夢だったんだけど、夢達成ならずでした。天使5で涙の湘南、めっちゃいいじゃん。みくるさんもね、涙の湘南めっちゃ好きだからやりたいって言うと思う。めっちゃいいね、天使5で涙の湘南。初見さん、こんにちは。元推し知らないかも、みき。不器用太陽の初選抜。おみき、本当にね、涙の湘南でね、いろいろ変わった。本当に放課後レースね、いいね。みんな好きだよね、放課後レース。あ、みきは佐藤美優子さんポジでお願いします。涙の湘南。アバターゲット、本当だ。イエーイ、いいね。 SKE、本当に放課後レース最強。僕は知ってる、もう一曲。道のりを走り抜け、やっと。放課後レースはね、なんか長島のイメージあるかも。うわー、誰かの耳も好き。わかる、わかるしかない、わかるしかない。この前もみくるさんと たまにね、みくるさんとみおたんが K2 好きなのね。みきも好きで3人でよく歌うんだけど、誰かの耳ね、よく出る。そう、ロドス好きなの。ここがロドス、ラクレットベ。ドラフトさんの課題曲で、私ドラフトさんの合宿見るのすごい好きで、ずっと歌ってた。
ロドスは菅井先生のボイトレイメージが強いです。あ、わかるわかる。いつか菅井先生に会うのも夢、あんな先生に会うのも夢ね。長島の CM 夏いよね。あ、こんにちは。 100m の方久しぶりだ。あ、15分経過出てる。こんにちは、ニトボの方。金木星溺れそうで。いや、わかるしかないよ、みんな。共感、共感の嵐。てんてんてん、油ゼミ思い出す。西美代思い出す。こんにちは、ネズミかわいい。君に似合うと思ったんだ。イコラブさんはズルズルが一番好き。手遅れ交渉も好きかな。あ、でもね、あれも好き、なんだっけ、イカリングさん、イカリングさん、かわいい。タワー当たってる初見の方、こんにちは初見さん。なんだっけ、なんだっけ、イカリングさんのユニットの曲忘れちゃった。好きなんだよね。え、いいよね。部活中も好き。イクラブさん全部好きなんだけどね、もう好きすぎて。そう、イコラブさんともティフとかで共演するの夢。あ、そう、虹の元だ。虹の元めちゃめちゃ好きなんですよ。なんかそういうユニット系だったら好きかも一番。あ、でもあれもいいな、ひいなぎさん、鈴木ひとみさんとナータンさんの流星群だっけ。流星群も好き。くまさん、ありがとうございます。かわいいくまさん。乃木坂さんはね、何聞くかな最近、何聞くかな最近。流星群っていう曲あったんだよね確か、ナータンさんとね、高松ひとみさんだ、間違えた。鈴木ひとみさんって言ったかも今、やってまったわ。帰り道いい曲だよね、わかる。あ、奇跡の流星群ね。奇跡の流星群もいつかミクロンセンターで10期でやりたい。こんにちは、乃木坂はリガちゃん恋愛が好きだって。もう絶対合うよ好み。絶対好み合うよ。ミキもね、ありがちな恋愛最近一番聞いてると思う。あー、錆びたコンパスまだ聞いてないな。 YouTube であれは出てきたけど、おすすめにはまだ見れてない。奇跡左胸の勇気めちゃ熱い。おいでシャンプーぐらいじゃないのカップリングじゃない、めちゃめちゃ熱いね。こんにちは、ララ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 ラ出た、エンパイアさん出た。ハッピーハッピー、うわー、めっちゃわかる。ロマンティックイカイキンも本当に好き。ライブで絶対歌ってほしいもん、自分が行ったライブでは。え、待って、大人の近道めっちゃわかる。ライブ、あのカラオケ行ったらいつも歌ってます、めっちゃ好き。でもさ、あれ1番と2番で息継ぎするとこがなくて、カラオケにはちょっとしんどいんだけど、好きだから歌っちゃう。いいね、みんななんかミキの心を読んでるレベルにめちゃめちゃ好みの曲を言ってくれるから話がとても合います。
あーガルルはねもう飛ぶしかないよね。あビッシュさんはあれが好き、あれが好きっていうかね、畑美咲さんがあのオーディションで歌ってた曲しかわかんないんだけど、タン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 、行かなくちゃパンタタタタンチャ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 ンってやつ、星の瞬く夜に Give my face チャン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 。マグカップかわいいでしょ、友達とお揃いなんです。アンジュルムさんわかるよ、あの神国さんだっけ、合ってる神国さんのなんだっけラブ涙色だっけ、もう全部あやふやの動画見て本当に恋したレベル、素晴らしすぎて。ジュースジュースさんは聞くよ、あれ曲が出てこないな。ウインク可愛いよね本当に。娘がアンジュルムファンになったみたい。そうなんだ、アンジュルムさんねすごいよね。あ、星が瞬くようにそのままだった初見さんこんにちは。ウインクは3回合ってた、星が瞬く夜に星が瞬く夜にだけ知ってます。ビッシュさんはもう6月、あーあと数日でか、早いね。あそうだ、電源切ったまでつけるの忘れてた。さあ変わってるのでしょうか、日付はどうかな。今アップル、あ大器晩成は知ってる、お願い日付を戻ってくるんだ。恋はハニーちゃんだと思います、だっていいそう、いいそうね。しばらくね触ってないとね更新されないのかも、もしかしたら。6月誕生日なの、え、ショールームでお会いするね。あ、え？ダメかもしれないもん、見て、5月1日、どうして来ようよこっち側の世界に、どうして、いや、あ、待って急に来た、見て見て見て、急に5月29に来た、急に戻った。待ち受け画面の可愛いでしょ、左、あ右だった。杉山アナの通知もちゃんと来たし、今で錆びたコンパスの通知も来た来た来た、え、よかったな、おった、じゃーん、石塚ちゃんです、こちら可愛いです、映っちゃうね映っちゃうね。でミッフィーでーす、ケース、本当はこっちの携帯じゃなくて今使ってる携帯の方のスマホケースを買ったつもりだったんですけど、サイズを間違えてこちらです。どっちもミッフィーだから今そう、写真じゃないわ、サイズ間違えたんだよね。めちゃめちゃ自信ありきで買ったんだけどね全然違った。こんにちは、さりょうほミッフィーかわいいの、ミッフィーかわいいの、ミッフィー好き、かわいい、やさうさちゃんも好きです。最近は石津もみおたもやさうさちゃん覚えてくれた、またやさうさちゃんって言われるじゃあ歌いたいと思います。スケジュール作るのはやめます
こんにちは、初見さん。こんにちは、これからラサイのオンライン東海です。うらやましい。誰行くんですか。うらやましすぎていいな。ミキも行こう。いいな。水っこに置いとくと危ないか、やめとこう。いいな。オンラインだったらミキも良くない？参加して現地はちょっとあれだけど、オンラインなら行きたいな。行きたいというか家だから。ハートいっぱいありがとうございます。うさちゃんかわいい。お待たせ、トマティクイカ焼き、なんか腹減って食べたくなった。畑美咲さん、須藤萌さん、岡村真奈さん、いいですね。いいですよ。2期生が好きなのが分かりました2期生が好きなのが分かりました。あ、里川さんのおばたの方こんにちは。Jリーガーの方が大島優子さんの握手会に参加して話題になってた。すごい。駅も大島優子さんのね、行ったことある握手。中学かな、高校だ。高校でね、いたよ、好きな子。畑美咲さんが何歌おうかな。ぜひリクエスト待ってます。バラありがとうございます。何歌おうかな。2時まで配信します。言うの忘れてた。2時まで。あっちゅうね、最近あれ歌ってないね、想像上のフルーツ。何歌おうかな。星ありがとうございます。初見さん、マンツリーでなんとかしたらてんてれ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 。にじますさんいけないですね。歌いたいんですけど。1年前想像上、めっちゃ前じゃん。にじますさん好きだよ。あのめちゃめちゃあのクルスさんのお顔がとても好きです。空白みたいな空白の花もめっちゃ好き。にじますさんはお家でとても聞いております。AKB さん見てみようかな。チェキ、ミキもね一回クルスさんとチェキ取りたくて、パルコだったんだけど、行きたかったんだけど行けなかった。何しよっかな。今は AKB さんの中から探してます。わ、彼女になりますか。この前リセット公演見てていいなって改めて思った。いいなぁ、チェキ羨ましい。チェキっていいよね。ミキチェキ取ったことあるのね、あの大森リオさんだけ。何しようかな。あ、バリューね。バリューあるんかな。
そう、オーリオさん、オーリオさんとチェキ取りました。かわいい、ここに貼ってあるの、ここに。いいでしょ。ミキが部活帰りだから制服着てるんだよね。上にパーカー着てるから見えないんだけど。あ、これにしよう。歌えるかわかんないんですけど、あのね、博多、イコラブさんの博多の何だったかな、全国ツアーか、今なんか回ってらっしゃるじゃないですか、イコラブさんが。で、あの音島りささんが確かソロで歌った曲があるんですよ。その曲を歌いたいと思います。宮脇さくらさんの彼女っていう曲なんですけど、歌いたいと思います。めちゃめちゃ好きなんですよこの曲。はい、歌います。あ、音量調整しよう。はい、OK。 え、Wi-Fi の調子悪そう？大丈夫そう？歌っちゃうね。
ありがとうございます。いい曲じゃない？あ、パチパチもいっぱいありがとうございます。好き好き、めっちゃ好きこの曲。いやいいね、本当に好きこの曲。石井めっちゃ歌ってた。遊びに来たよってありがとうございます。何しよっかな。お待たせセッティス。何しよっかな。ここで一発勝負しようか、やっと巡ってきた大きなチャンスだもん、どんなこともやろう。つまんすぐそばにいさせて、だったらしか強き者よ、真の勇者よ、熱よ初恋よ。初恋の踏切好きになったな、ジュリナさんのあのあれでコンサートで。全然歌えないけど、不器用太陽歌えるか分かんないけど歌ってみようかな。不器用太陽歌えなかったら一番で切ります。頑張るね不器用太陽。あんま聞いてるだけで、ね、歌わないから。歌えるか分かんないんですけど不器用太陽歌いたいと思います。ダメだったら切ります。アスファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ。僕たちは何か始まるのかな。好きなのに知り合って長すぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に欲しいスニーカーの話をしている。横バスが通り過ぎた瞬間、さりげなく君をかばう。僕は不器用太陽を、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽を、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。好きだけど好きすぎて、これ以上近づけない。二人腰掛けながらかき氷食べて、剥がし見ると過去目髪が痛いとか、潮風に吹かれ波を見ていられたら、これもいいかな。君の一番近くにいるんだから、そんな僕の弱気見透かして尖らせた君の唇。僕は不器用だ。
くに行ったら大事な君まで消えちゃい、それダメだ。好きなのに好きだけど、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極対応、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。いいね、やっぱり不器用太陽好き。意外と最後まで歌い切れた成仏ねえ、いい曲本当に。ブラボー星ありがとうございます。受験さんもありがとうございます。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃにゃにゃ、いいよ無意識の色いけるよ多分。あ、無意識の色も多分多分いける、多分大事。あ、持って入れた方が早そう。だいぶ聞いてるみたいだね、だから歌えたから。なんかね不器用であんま歌うことないんだけど、聞くことが多いから耳で頑張って覚えたみたい。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃうにゃにゃうにゃうにゃにゃ。じゃあ無意識の色です。差し込む光に色があるように、どんなものにも色があるよ。希望という名の未来の向こうは青みを帯びてる。世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思ってた愚かさよ。僕たちの無意識は一体何色が、愛しさはいつでもゆっくり近づく。さりげなく寄り添いはざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。ある日突然見えてくるんだ、君と僕の同系色。意識しなくたって I love you。ここ
心が沈んで真っ暗な夜も静寂には色があるんだ。壁と天井にぼんやりと浮かぶ不安なオレンジ。こんなに仲良くしてたのに友達以上にはなれないなんて見過ごしたときめきよ。僕たちの関係は一体何色だ。大切な存在気づかずにいたけど目が合った瞬間引き込まれてくように、なぜか懐かしくてほっとしてしまう。二人ずっと見えなかったよ、そこに愛があったなんて叫び続けてた愛に僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでも行く家族、さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。君も僕も今は見えてる愛の色はこんな色か、意識し始めた I love you。 いいね、無意識の色は衣装がとても好きです。一回着たことあるけどめちゃめちゃ好き。いいね、無意識の色も一曲。糸巻きのフリー、これデリ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 、これでねちょっと後ろ下がるのが可愛いんだよね。イエーイ、頑張った頑張った。ギフトありがとうございます。ハートもありがとう。キューラップ可愛い。ミキはツイッター見てて気づいてる方いるかもしれないけど、ハートのね、ハート黄色のハートねつけがち。ミクルンは紫のハート使いがち。石津はハート使わん。ミオタンもハート使わん。ピエンばっかりあの人。オルフェスねないんだよね。ミキも一回歌おうとしたんだけどなくて、アカペラで歌った。オルフェス、そう糸巻きの振りなのこれね、紫のハートあんま使わないんだよね。ミキは黄色使う。お姉ちゃんが黄色使ってるからだけど、なんか映った。次はじゃあ違うグループにしよっかな。あ、バラもありがとうございます。わ、いつの間にか7000人。バンザーイバンザイ、こんにちは。乃木坂さんの曲でなんかあるかな。 IC はね歌えないんだよな多分。ブレイク大丈夫かもね、たかが恋の一つ終わったくないで。あ、誰にも言わないで。曲は全然出てこない。あれだよね、パンダの生まれたままずっと自由。大人への近道ね、さっき出てたから歌おうかな。裸足になってどうするつもり。サビだけ踊れる。 YouTube 見て覚えた。1000万円ギフトもありがとうございます。そのままどこかへ歩いて行くの、ね、
何をしたいんだ、行動が予測できないよ。じゃあ大人への近道歌います。バスでよく会う気になる人、目が合うだけでうつむきたくなった。女子校だからそんな免疫なさすぎて、恋をするにもプロセスがわからない。友達はみんな彼がいるのに、私はどうして臆病なんだろう。いつか自然に付き合えるのかな。大人への近道教えてください。順調なんていらない、普通になりたい清らかな制服、いつまでも着てるわけじゃない。女の子から早く女性になりたいの。もしも誰かから声かけられたとしても、戸惑いながら逃げ出してしまうでしょう。パパとかママが望むいい子でいいよって、恋の進化にブレーキかけてしまう。それなりにデートしてみたいけど、でも夢の中で終わり、こんな私にチャンスはあるかな。大人への近道ずっと探してる、後悔なんてしないよ。経験したいの決められた黒髪、まだ早いなんて言われたくないの。そんな感情を教えてください。順調なんていらない、普通になりたい。脱ぎ捨てた制服、これ以上は守られたくない。少しは傷つきたい。大人への近道
曲好きなんだよね。この曲メンツが最高すぎる。本当にメンツがいい、 MV もいい、もう全部がいい。これはあの 2A の中田香菜さんの歌い方がなんかね言われてて、めちゃめちゃ面白かったんだよね。メンバー内で言われてた、乃木どこかどっかで言われてたんだよね。いい曲だよね、めちゃめちゃ好きなんだよね。ミオナさんの曲、センターミオナさん。次はランゼたまらんぜ、夏い夏いね。ランゼの勢い止まらんぜ。あーそう、渡辺ミリアさんだったっけ、歌いながら、あ歌いながらっていうか真似しながら歌ってたの。花束ありがとうございます。なんかモノマネグランプリかなんかだったっけな、忘れちゃったけどね。 2A の歌い方をめちゃめちゃなんかディスりながら歌ってたのがめちゃめちゃ印象残って。あと7分だって、早っ。何しよっかな。あざとかわいい。何しよっかな。信じてくれない、こんな孤独でいるのに、僕が絶望の淵にいるって思ってないんだ。波打ち際、てれてててててんてん、てれてててててててんてん。僕たちの戦争を久しぶりに聞いたんですけど、欅坂さんのよかったなぁ。なんか久しぶりに聞くとやっぱいいってなる。ハートの独占権右歌えないんだよね。可愛い曲をねなかなかね聞かないんだよ。また会ってください、その一言が言えない。そう、直子さんのね振りが良かった、めちゃめちゃ。でさ、ペイさんも出てるじゃん、いいよね。ハート型ウイルス歌える歌えるけど歌わないっていう。久しぶりにこれ歌おう。いけいけ。私欅坂さん、ネルさん推しだったんですよ。めちゃめちゃネルさんの顔が好きすぎて、でネルさんの声も好きで、歌い方も好きで、ネルさんめちゃめちゃ好きだった。ネルさん推しでした、欅坂さんは。じゃあ久しぶりに歌います。あ、原田葵さんなんだ、初耳。人参ネタかなんかが面白かったな。夏の花はひまわりだけじゃないにします。今泉さん、昨日聞いててね歌いたくなったので歌います。ここで愛から恋だってしたけど、他の金なんか覚えてない。あなたと過ごした大空が今もずっと眩しく見える。人はその一生の間に何回口づけするのでしょう。花が咲いてるのに
何かを忘れようとしてた。だから新しい恋をした。心に嘘をついてみても、片隅の痛み消えることない。人はふと愛し合い別れて、何回後悔するのでしょう。気づかずに涙するほど嫌いなのはひまわりだけじゃない。他にも目立たない花も咲いてたのに、あなたじゃなきゃダメだ。愛しさを思い出す。坂は太陽をじっと見つめて恋をする。します。まあ、ちょっとは大丈夫。ちょっとは大丈夫。バラもありがとうございます。たくさんありがとう。いい締めだと思うじゃないですか。あと一曲歌おうと思います。ショールーム終わったらアイス食べようかな。アイスあるかな。あ、ミキのカード引けた。そう、なんかさ、推しカードあるの知らなくて、ごめん、知らないわ、嘘。推しカードの期間終わってると思ってて、めちゃめちゃ10期ガチャ引いて、やっと自分1枚引けたの。ごめんね、やだよね、先端恐怖症とかあるから。そうだから、ミキは10期ガチャをめちゃめちゃ引いて、やっと最終日ぐらいに自分の引いて、よっしゃーと思ったのに、推しガチャある、えみたいな、えっ、ー、と思った、びっくりしちゃった。あるんかーいと思った。最後はこちらです。あー、この前代表が会えたね、びっくりした、嬉しかった。糸みきスタンプいっぱいありがとう、楽しかった、また当たろうね。なので皆さん、推しメンガチャ引いてください。銀河の衣装ゲットしてね。ミキは一番星5個出た、星5個だけ出た自分の、あとは1枚もずつ、すごくない？星5個だけで持ってるの。逆にあのね、自分のシークレットカードっていうの、星5個のやつ1曲1枚も持ってなくて、初めてのカード。また大富豪もしますね、ショールームで。明日もしこの携帯が直っててショールームできたら大富豪やれるかも。じゃあ最後は、お、びっくりした、間違えた。あなたからの、あ、何キャラット入ってるじゃん、
君は君はなんきゃんだと、どんなに好きだとしたって。じゃあシュークリームロケッツさんで想像上のフルーツ歌います。好き。じゃないそんな酸っぱくない、もっと甘くて柔らかいもの、キスはでもなんかじゃない、どこか温かくてキュンとするもの、そぼそぼちょうどフルーツ。突然抱き寄せられ、近づいたあなたの唇、食べたことなどない、ロマンスはどういう味かな、好きって気持ちちゃんと答えたかった、うなずくように瞳をつぶった、私だけのちょっと恥ずかしいもの、そうよ誰にも話せないでしょう、キスは秘密、私だけのどんな味だったか思い返せば、経験上のちょイメージ、嵐が通り過ぎて目の前に優しい微笑み、共犯者のような、まなざしを嬉しく思った、これっていつか慣れるものなのかな、正直言えば歯と歯がぶつかった、覚えてない、全部記憶喪失、ほんの一瞬の出来事だったし、キスは不思議、覚えてない、何も起きなかった、夢見てたのか、想像上のチュクルーツ、キスはでもなんかじゃない、そんな酸っぱくない、もっと甘くて柔らかいもの、キスはでもなんかじゃない、どこか温かくてキュンとするもの、想像上のチュルツ、秘密、私だけのちょっと恥ずかしいもの、そうよ誰にも話せないでしょう、キスは秘密、私だけのどんな味だったか思い返せば、経験上のちょイメージ、かわいい。シュウロケさんしか勝たんよね。へい。かわいい曲。シュウロケさん好き。ありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。はい、今日はブログの日なので皆さん、何？ショールーム終わったらアイスあったらアイス食べてブログ書こうと思います。待っててね。めっちゃかわいいギフトありがとうございます。久しぶりにショールーム来てくださってありがとうございます。公演ぶりに
そう、今日ブログなの。待っててね。写真も決まってなくて大変。いいな現地でオンライン東海。東海の最後スマホで写真撮った。あ、撮った。写真と動画撮ってた。で拡大したら結構見えるの、みんなが。だから、あ、この人はこの人だなと思って。その人、東海来てない人もお見送り参加してるのも見えて嬉しかった。あ、なんとかなんとか来てるじゃんと思って、お見送りは来てるじゃんと思って。大丈夫です、私は一人で決められるので写真西井さんはあれだけど、ミキは決めるなら。久々だけど可愛かった、嬉しい。久々、めちゃめちゃ久々、ありがとうございます。最近彼女の写真撮ったけどね、まだ載せれないやつだから待っててね、お楽しみに。朝の空を見上げるため、そう、お見送り結構見えてたから写真で拡大してね、わかるの。顔は見えないんだけど、なんとなくね、なんて体格とか身長とかでなんとなくわかる。ミキちゃんに会いたい、ミキちゃんも会いたいよ、ありがとう。じゃあまた明日。そう、自分で楽しむよ。あ、でもどっかに乗っけれたら乗っけるね、メールとかで。そう、アメブロの動画、かのんちゃんがねこうやって覗いてたの、ずっとえーと思って。あ、解放まだミキ見れてない。幼少期のシーン何送ったか覚えてないんだよね。明日は夜から夜からしか言えないんだよね、まだ分かんなくて。全然10時から始まっちゃうかもしれないし、8時から始まっちゃうかもしれない。早くて8時かな。でも初コメです、こんにちは、ありがとうございます。虹色綺麗。解放ね、楽しみ。今回ドレスだからどうしよっかな。一応10時に設定しとこっかな、ショールーム。一応設定は10時にしときます。じゃあみんなブログ待っててね。ついでにってか、同時にアメブロも書こうと思ってるので。あ、彼女一緒に行きたかったんだ、そういうことそうなんだ、知らなかった、ありがとう教えてくれて。明日は台本やれたらやる、携帯が壊れてなかったら。22時っていう設定にしとく明日8時から始まるかもしれないし、もしかしたら早くて8時かな。それ以上に早くなることはないと思っておる。じゃあまた明日ね。今日はショールームと、間違えた、ブログ更新するので待っててね。バイバイ、ありがとうございました。あ、ランキング読んでない、忘れてた。13位、大学院っぽい方、ありがとうございます。12位、食パンさん、あやみさんのお話してくれた方かな、ありがとうございます、嬉しい、好きです、あやみさん。11位、怪獣がグワーの方、久しぶりに見た気がする、ありがとうございます。10位、ペンギンがスイカ食べてる方、ありがとうございます。9位はツンデレ姉妹、ありがとうございます。8位の方、とてもとても久しぶりに、ありがとうございます。7位、かわいいぼちゃっこ、間違えたボンボンプリンや、ありがとう、ありがとう。6位、西島里奈さんのアバターの方、ありがとうございます。5位、アバターじゃない、花輪くんだありがとうございます。4位、ヘリコプターの方、ありがとうございます。3位、パンダがハート持ってる方、ありがとうございます。2位、ニット帽の方、ありがとうございます。あ、タワーびっくりしました、ありがとうございました。タワーここにいる、ありがとう、今日いっぱい。1位、にっこり、ありがとうございました。バイバイみんな、また明日ね。ありとんにっこり、バイバーイ。また明日ね、バイバーイ。みんなも良い週末を。また明日ね、バイバーイ。どうやって